ランスケード、1980年3月2日から2010年8月13日は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ネブラスカ州オマハ出身。1999年、ショーン・マイケルズが作ったサンアントニオにある TWA にてトレーニングを始める。FMW 横浜アリーナ大会にレフェリーとして来日したショーン・マイケルズに伴われて、初めて来日。一週間後に開幕の FMW12 月シリーズにアメリカンドラゴンとのタッグで参加。翌2000年2月シリーズには単独で来日した。2001年に WWE と契約。下部組織 MCW やHAWで活動した後に、オベへと居場所を移す。オベではレネ・デュプリーとタッグ王座を獲得した。その後デュプリーが WWE へ昇格したため、マーク・ジンドラックとタッグを組むことになり、その活躍が認められ、ケイド自身も2003年に、WWE 昇格を果たした。WWE では、ギャリソン・ケイドと名前を改め、同じく昇格した、ジンドラックとのコンビでローを舞台に活動する。アルマゲドンや、レッスルマニアで、世界タッグ王座争いをするまでの成長を見せるが、一度も獲得はできなかった。その後、ドラフトにて、パートナーのジンドラックが、スマックダウンに移籍したためタッグは解消。それからは、ジョナサン・コーチマンの護衛にあたり、田尻やライノと抗争するも、目立った活躍はできず、オベに戻されることになった。再びオベにて活動した後、2005年8月に、トレバー・マードックをパートナーに、ケイド&マードックとして WWE に再昇格。同年に行われたアンフォーギベンでは念願の世界、タッグチーム王座を獲得。その後は、WWE のタッグ部門の扱いからか、主に前座番組ヒートでの登場が多くなる。それからビンス・マクマホンとエッジと共にデラックスと対戦し、徐々に WWE 幹部からも高評価を得ていく。2007年5月には再び世界タッグ王座を奪取した。2008年、マードックとのタッグを解散した後は、クリス・ジェリコのパートナーとなり、ヒールとしてジェリコと共にショーン・マイケルズと抗争したが、10月に WWE を解雇された。2009年2月22日、カウボーイランスケードのリングネームでハッスルに参戦。以降もハッスルやベーダータイムで活動後、同年10月に WWE と再契約して、FCW にてトレーニングを続けていたが、翌2010年4月、一軍のリングに一度も上がることなく再び解雇された。以後、5月からは全日本プロレスに登場し、VOODOO-MURDERSの一員として活躍していた。2010年8月13日、心不全にて急死。30歳没。訃報は WWE 公式ホームページでもアナウンスされた。ありがとうございます。